町のお金持ちの屋敷に住んでいるネズミが田舎のお百姓の家に住んでいるネズミとお友達になりましたするとある日田舎ネズミから町ネズミに手紙が来て「今は春先で時効もいいし野原にはスミレやタンポポの花が咲いてまことにきれいです。 ぜひ遊びに来てくださいと書いてありましたそこで町ネズミがはるばる訪ねていきますと田舎ネズミは大層喜んでお昼のご馳走にはごそごそ硬い麦やもろこしやくるみの実や土の匂いのプンプンする草の根などをいろいろ並べましたしかしせっかくのご馳走も町のお客様の贅沢な口にはとても合いません どうもせっかくだがぼくにはこんなもの食べられないよ。どうしてだろうぼくのところではこれが一番のごちそうだよ。そうかね。するときみはきのどくだがこんないなかにひっこんでいてまるでアリかミミズのようなくらしをしているのだね。まあいちどぼくのうちへあそびにきてみたまえ。おさかなもにくもあるし。 いちじくや、りんごなどの果物もある。それこそ、おいしいものの食べ歩きをさせてあげるよ。こう言って、まちねずみは、別れて帰っていきました。まちねずみの話を聞いてから、田舎ねずみは、急に町へ出てみたくなりました。お魚だの、肉だの、りんごだのという、知らないごちそうも食べてみたくなりました。そこで、二三日して、田舎ねずみは、まちねずみを訪ねて行きました。 町ネズミは田舎ネズミが訪ねてきたので「いやーよく来てくれたよく来てくれた」と言って喜びましたで早速大得意で台所の隅の自分の巣に案内して肉だの果物だの缶詰などの入っている戸棚を見せました田舎ネズミはただもう目ばかり丸くしておいしそうな匂いに鼻をひくひくさせながらよだれを垂らしていましたそそばで町ネズミは、さもおかしそうに、 さあ君よかったら遠慮なしに食べてくれたまえ」と威張って言いましたそうかすまないなこう言いながらこわごわ田舎のお客様がいよいよごちそうのお皿に手をつけようとしますとそのとたんバタンと戸が開いて女の人が入ってきましたすると町ネズミはびっくりして慌ててごちそうのお皿も何も放り出したまま「君早く早く早く」とキーキー声を上げて壁の小さな穴の中に逃げ込みました 田舎のネズミも慌てて後から穴の中に潜り込みました。穴の中は真っ暗で湿っぽくて実にいやな気持ちでした。そのうち外が静かになったので町ネズミはこそこそ穴から這い出しました。田舎ネズミも続いてのこのこ這い出しました。さあこれで安心だ。また人の子ないうちに食べようよ。なぜ人が来るといけないのだい？ だって見つかるとひどい目に遭うからねじゃあ随分怖いところだねここはそんなことを言いながら2匹のネズミは改めてごちそうの前に座りかけますと今度はまた男の人が入ってきたのですぐまた慌てて穴の中に逃げ込みましたこういうことがたびたび続くので田舎ネズミはゆっくりごちそうを食べる暇はありませんやっと食べかけても四終ビクビクしているので おいしいのかおいしくないのかよくわかりませんでしたとうとう三度目に穴から出たとき田舎ネズミはもうつくづく家に帰りたくなりましたそこで田舎ネズミは目をしょぼしょぼさせながらさようなら僕はもう帰るよいくらおいしいごちそうが山ほどあってもこんな怖い思いをするくらいなら田舎のあの静かな家に帰って そそれこそ草の根やくるみのかたい実でもゆっくり気楽に食べて暮らす方がどれほどましだか知れないからね。さようなら。こう田舎ネズミは言って町ネズミの止めるのも聞かずスタスタ帰っていきました。